します。はい、日本ルームへお越しいただいてありがとうございます。今回はですね、そんなに参加者は少ないんですけれども、まあ、ファンド10もですね、まだ全然余裕ありますので、という感じになります。で、ちょっとこちらでですね、入る前に、ちょっとですね、2点ですね、ちょっとこの、ビデオ議事録を通じてちょっと共有したいことがありますので、共有させていただきます。で、先ほども一旦ちょっと共有があったと思いますが、このですね、カタリストのですね、新しいサイトが登場しています。で、それを画面共有でお見せしようかなと思ったんですが、ちょっと、トラブルで映らないようなので、そのカタリストのですね、新サイトができています。で、こちらがですね、見ていただくと、そのプロジェクトも分かりますし、まあ、一番ですね、なんとなくその、これを見ている皆さんにとって、それはいいなって思えるであろうことは、その提案を見るとですね、提案のページを見ると、それが、完了していたら完了報告書を、そのページで、普通に見ることができますし、あとはその、完了していないものについては、月次報告が、毎月出ているんですけれども、出してないところもあるんですけど、その月次報告もですね、全部結構見やすくですね、そこに並んでますので、そのプロジェクトが、何をやっているのかが、一目瞭然と申しますか、というサイトになっております。なので、ぜひですね、そのサイトも遊びに、来ていただけると嬉しいなと思います。で、2点目がですね、ユーニャさんのですね、イベントが、あります。ユーニャさんのイベントが、2月のですね、ユーニャさんのイベントが2月のですね、歌舞伎東京のですね、イベントで、こちらに IOG のですね、カルダマのメイン開発企業の IOG の方も出席して、というようなイベントになっていまして、2月の6日ですね、あります。これちょっと後ほど議事録を共有するときにですね、この、なんでしょう、その参加フォームというか、その詳しいリンクも載せますが、この、なんでしょうね、イーサリアムサイドの人たちも来ますし、あとは IOG の人も来ますし、あとは MM さんだとかですね、あとは、他にもですね、ひょっとするとキッタムさんも来るかもしれないですし、あとは、もろもろのですね、カタリストで、提案している、私も、行く予定ですしという感じで、いろんな人が来るので、ぜひですね、渋谷、来れそうな人はですね、来てみてください。ちょっとハーさん厳しいと思うんですけど、一応そういうイベントがありますということでございます。はい。ということで、そんなところですかね。そんなところで、そんなところでございます。ということで、ちょっと、シェアしたいことがですね、もしありましたら、ちょっとシェアしていただけると嬉しいなと思うんですけど、ハーさん何か、その、ご自身のでもいいし、その、コインチェックの方の、の方でもいいんですけれども、何かありましたらお願いします。はい、ユダさん、皆様、こんばんは。いつもお世話になっております。私の方からは、プロスキル、サンキューという、サービス、マーケットプライス、という提案書が、ファウンダー8とファウンダー9で、資金調達できました。で、その進捗について、そのプロジェクトの進捗について、概要だけ報告させていただきます。それは、現在、その、ファウンダー8とファウンダー9の、プロジェクトは、プロスキル、プロスキル、3級のプロジェクトは、現在、一旦もう一度、もう一度作らせていただいています。それはカタリストに連絡して、許可をいただきました。で、8月までに、第1段階で終わらせて、で、8月以降は第2段階を開始する準備。する予定です。で、私も類似に定期的に
資料をまとめて皆様の前で発表させていただきたいです。はい、もう一度作らせていただきたい理由は、それはもっと高性能のプラットフォームを作りたいのです。なのでちゃんとプラットフォームを作ってみんなとつないで、でもっと付加価値を提供できるように今の段階からちゃんと準備したいと思っています。はい、あと、私の方は個人的な話ですけど、この間韓国とベトナムのブロックチェーンの交流会のイベントに参加させていただいたことがあります。ね、そこですごく勉強になりました。将来も日本のコミュニティとベトナムのコミュニティの間でのイベントも開催したいと思っています。なんか企画書を考えて作って皆様と相談させていただきたいと思います。後ほどまた提出させていただきます。はい、以上です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに NS さんと佐藤さんは特にはないですよね、きっと。まあ、もしありましたらですね、挙手か何かで話していただけると嬉しいです。で、そしたら、ハさんが今やっているそのプロスキルのやつって、その、要するに、なんていうんでしょう、そのメディアを作るみたいな感じなんでしたっけ？そのメディアというか、その、キュレーションサイトというか、その、記事をたくさんあるサイトって感じですか？それは記事をたくさん載せているサイトは、それはビコチェックのライブラリー、はい、カルラの図書館というサイトです。そっちの方も今、8件以上の記事を載せています。今、日本語の翻訳版を確認しています。できてから、定期的にみんな共有させていただきたいと思います。あと、プロスキル3級というプラットフォームは、それは、スキルが高い人と、そのスキルが欲しい人とつないで、でサービスを提供するプラットフォームです。今、カタリストでは、いろんなプロジェクトを開始していますが、人手不足の問題があって、なかなか進まないプロジェクトも多いと思います。なので、そういうプロジェクトを支援できるように、プロスキル3級というプラットフォームを提案しました。はい、だから、それは結構プラットフォームだから、いろいろな、設立する必要なところがありますので、結構時間がかかりますが、段階的にみんなに報告させていただきたいです。はい、ありがとうございます。あ、いやでも素敵ですね。人材プラットフォームと、あとビッグチックではメディアとということで、かしこまりました。はい、そう、なんかちょっと思ったのは、そのなんかチャールズさんが最近ビデオをたくさん出してて、なんかその保証金を記事を出すときにつけてあげて、でその記事が、まあ、間違ってるよってなったら、その保証金を間違ってることを証明した人が、その保証金を取れるとか、まあ、その保証金をつけるメリットが、そしたら出す側にどうしてあるのかっていう話も、まあ、ちょっとあるんですけれども、まあ、なんかそういう感じで、その記事の正確性を、なんかブロックチェーンを使いながら担保するみたいなのは、すごい面白いんじゃないかみたいなこと、チャールさんがつい昨日とかにいろいろすごく言ってて、でなんかそういうことを逆にやるメディアがあったら面白いなとか思ったりもちょっと して、なんかまあ多分ややこしいと思うんですけど、それやりだすと、その V コインチェックさんとか、なんかそういうブロックチェーンをなんか絡めたそのコンテンツのなんか、そのコンテンツを出す、そしてそれがなんかこうブロックチェーン上で何かそのこう何か起こるみたいな、なんかそういうの、何でしょう、そういうそのいわゆる普通のコインデスクとかコインテレグラフとかに
のではないような何かそういう追加の機能性みたいなものが予定されてたりする しますでしょうかっていう、あ、してたら面白いなとかちょっと思ったんですけど、なんかそういうあたりで何かありますでしょうか。はい、ユタさん、貴重な情報ありがとうございます。中央ビコチェックの方は記事に加えて今 YouTube に載せるような資料も作成しています。わかりやすくまとめています。それができてからだんだんみんなにも共有させていただきたいです。もちろんチェルスさんとかユタさんのコミュニティにも貢献できるような資料が完成したいと思っていますので、ユタさんと皆さんにもご意見をいただいたらとても嬉しいです。はい、わかりました、ありがとうございます。そうですね、ビデオも一緒にやるとわかりやすいですね。はい、ありがとうございます。承知しました。そしたらちょっと私もですね、ちょっとこの場を借りて、現状のですね、進捗と申しますかですね、私のですね、私が、提案者になっているもので、未完了のものが、2つあるんですけれども、1つはですね、1つのその DLEP の、行動禁止を書きましょうみたいなのは、ちょっとハーさんも協力していただいたおかげでもですね、一応終わったというかですね、一区切りつきましたと。で、もう1つの方の、法律の検討、あれもですね、ステップ1は終わりみたいな感じで、ステップ2のですね、その改善点を、規制当局に提出するという、このステップを今進めているという進捗にあります。で、あとはですね、この東阪急ミートタウンホールですね、これの事態なんですけれども、これもですね、ちょっとあんまりスピードは遅いんですけれども、徐々にですね、徐々に進めているような状況ですので、こちらもですね、完了したらもちろん完了報告書も出ますので、それもまたシェアしたいと思いますので、よろしくお願いしますという感じですね。はい、という感じで、いう感じでございます。はい、何かこう、質問とか、これも言っておきたいとか、これもアピールしたいとかいうのがあったりしますでしょうか。母さん、ちなみに、ファンド10では何か予定されてますか？はい、いや、はい。プロスキル研究プラットフォームの第3段階の提案書も準備しています。それは Web3、Web3 に変更できるプラットフォームについての提案書です。先ほどちょっと完成、ちょっと作ってドラフト版ができてから皆様に共有させていただきたいです。ご意見もいただきたいと思っています。はい、ありがとうございます。楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、わかりました、すみません、ありがとうございました。そしたらもうまだ10分ぐらいしか経ってないんですけど、人数少ないので、こんな感じでという感じで、本当にありがとうございました。それではですね、ちょっと、ボーディングを、それではですね、こんな感じで締めたいというふうに思いますので、ちょっともし余力がありましたら他のルームとかにも遊びに行ってください。はい、ということで本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。